はい、こんばんは。11月のね、27日の火曜日、今日は休日だったんですけれども、今日はね、浅草の方に、いつもお店で置いてる駄菓子をね、買いに行きました。はい。で、その後に、食事したりなんかして帰り道、そうだ、大泉の近くにあの、リサイクルメディア館さんがあるなってことを思い出しましてっていうか、行く前から思ってたんだけど、そうだそうだ、どうせ関越乗るんだからその前に寄ってみようと思ってね、寄ってみました。で、リサイクルメディア館さんで、店長、高橋店長いなかったんだけど、他の店長2人がいらっしゃったんでお話しさせてもらって、たまたまお店に来てたね、常連の方と、対戦させてもらってね、しかも生放送とか、出させてもらってちょっとありがたかったんですけども、結構ね、お店からも1時間かからずに行けそうなんで、またちょっと行こうかなと思ってます。仕事終わった後にね、ちょっと行ってさ、他流試合してくるとかね。でね、なんだかんだ言って初めてなんですよ、僕。デッキ持ってっておよその店に行って対戦、あ、いや、前にもあったかな、でもこんな本格的にちょっとやってるのはちょっと、初めてでですね、ちょっと皆さんもお気づきかもしれないんですけども、最近ちょっと僕ね、ディエマが楽しいんですよね。なんかちょっとずつ、いや、ほんのちょっとずつなんだよ、だけどなんかちょっと掴んだ感じがすると、言うとなんかみんな生意気だみたいに思うかもしれないんだけど、なんだろうな、ゲームとして面白くなってきた、やっと。この2年目にして散々こんだけ対戦してやっとだよ。うん。で、なんか勝ちたいなとかね、こういう風に勝ちたいなとかいう風に思ってきて、ちょっとこういう何デッキをちょっといじってみたいなとか思ったりもするぐらいなんだ。うん。なのでね、今この状態で使ってる僕のデッキ、この40枚プラスね、超次元が1枚あるんだけど、は日々変わってきます。もうそれこそ僕にはこのね、お世話になってる軍師マッチーがいるからね、こういう効果のカードもありますよ、東方じゃあそれ入れてみようとかね、そういう感じにどんどんちょっとずつね変えてきます。いや、いきなりね、全部が全部新しいデッキになるとね、僕また一から覚えなきゃなんないから大変なんだよ。なので、そうじゃなく、1枚ずつちょっと新しいカード入れてみるとかね、そうやって効果とか覚えていきたいと思います。そうなの、最近入れたカードで言うと、マッチーの教えに従って入れたこの555ブランドね、手札が1枚だと出るぜってのはちょっと面白いからやってみてます。あとはこれね、アワンデス。アワンデスはなんだっけ、マナより大きいカードが場にいるときはもういつでも出していいんだぜ、だって面白いじゃん。いや、水マナーなんてないんだけどさ、とりあえず1枚あると出せるよって。この間まで2枚入ってたんだけどね、ちょっとこの、ミキプル先生の教えていただいたこの超次元を入れるために、超次元を持ってくるカードを3枚入れたからね、それでちょっと減っちゃいました。まあでも何より残念なのは、よくよく見たら D2 フィールドって2枚しか入ってなかったっていうね。僕 D2 フィールドちょっと好きなんで、これはできたら4枚ぐらい入れたいんだけどな。ちょっとまあいいや、いろいろいっぱいいっぱいなんでね。4枚入れてるカードはね、デッドゾーン、ブラック V、バクマルくん、スパイナ。いや、バクマルくんだけはもう絶対4枚入れようと思ってるんだ。なんかね、すごく好きなの、バクマルくんと。このオーバーキルグレイビアードのくっつきのやつがすごく好きで、そうだね。で、ワンドローとかね、それが面白いなと思います。なので、それを中心にいろいろやっていきたいと思ってます。ちょっとこれ光っちゃって見えないのかな。ヘルミッションもね、使い勝手いい。コネンビーね、その辺もどんどん、使ってる感じです。はい、一応今のこの40枚のデッキをね、ちゃんと見せとこうと思って。でもこんなの対策してくんだよ、本当に。僕はあれだよ僕のことをやっつけるためだけのデッキとか組まれたら俺悲しくなっちゃうな。まあいいや、まあそういうのもいいや。とにかくね、今もう毎日1000人切りの動画を最低1日2本上げようと思ってるんだ。で、いつもなら負けちゃったらまあそれっきりで、はい、じゃあねだったんだけど、もし1回負けたらすぐ2回戦をやるね。まだ勝ってない子に対して。で、まあ2連続で対戦したのも、まあその日のうちに上げるんじゃなくて、ちょっと1日上げて、次の日、そのまた次の日ぐらいに上げてさ、なんかリベンジ成功みたいな方が面白いじゃん。
ということはだよ、ずっと僕が勝てないで僕が負け続けてたら1週間ずっとそいつとの対戦が上がるとかね、うん、っていうこともあり得る。6連敗の後にやっと7回目にして1勝みたいな、そういうのもあるかもしれないなぁと思ってるんですよね。まあでもいいや、まあこのデッキだけじゃなくてもう一個その D2 フィールドがね8枚入ってる変なデッキもあるんだけどね、ちょっとそういう風にいろいろやっていこうと思ってます。何より本当だからほら閉店後にリサイクルメディア館行って対戦しようかなって思うぐらい、ちょっといろんな人とやってみたいな、対戦して見るのが楽しいなって思い始めたっていうことをちょっと報告しようと思って、この動画を撮り、今現在のデッキを晒してみました。はい、ここのカードをこうした方がいいんじゃないかとかいろんなアドバイスはあるかもしれないんですけども、僕多分それちょっとピンとこないんで、そうだな、でも言っていただけるのはありがたいんだけど、まあちょっとずつ変えるかもしれないんですけどね。はい、また現時点2018年11月末時点でこんな感じっていうところです。はい、超次元覚えてます。はい、じゃあ明日からも頑張ります。お疲れ様です。失礼します。